こんにちは、フラパ僧侶です。今日もね、ニュースをね元気よくやっていきたいと思います。ここで速報です。フラパのバグがまた見つかったと、フラパバグ賞は発表いたしました。今日午後、大人気スカッと爽快アクションゲームフラッシュパーティーをやっていたネットゲーマー X 氏が3対3をやっていたところ、プレイ中何者かに襲われ意識不明の重体で症状が出ているとのことです。現場周辺ではその場に合わせた僧侶が対応しており、意識を失っている男性は30歳から40歳ぐらい、黄色のユニクロの服で頭に宇宙を背負っているとのことです。これに対しましてフラパの公式によりますと、現在対応中のためコメントはできないとしております。以上、ニュースフラッシュでした。右も左もスッパンパン。この動画を見てくれてありがとう。他にも動画を投稿しております。ネタ系動画しか投稿しておりません。正直言って何も参考になりません。もっとはゲームは正規ルートで遊ばない。ではまた次回の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録よろしく。じゃあね、高評価もね。